授業やってくれるということで、でもやっぱり基本数字だよね。まあすごい数取りますからね。行けると分かるし、今地図とかね、あとなんて言ってもいつもそうですけど、写真だけでもね絶対負けない。そのわけね。はい、ということですね、今回久しぶりに。お久しぶりです。お久しぶりです。ちょっと来てほら、はい、意外と背の高さ縮まってきたでしょ。はい、うん、すごい厚底の中見えないんだ、カメラ見えないんだから。厚底、はい、久しぶりです。お久しぶりです。はい、なんとですね、ゆきお先生が授業やってくれるということで、イエーイ。この頃には名前決まってゆうてらにしようかなって思ってて。ゆうてら、 YouTube の寺子屋だから。おお、ユーテラね、面白い。しようかなと思ってるんですけど、自分の心は。そんな。かっこいい。ユーテラ、テラは何で書くの？まあ、カタカナ。英語にする。くらいのテラバイトのテラじゃん。ああ、いや。そう、いっぱいあるみたいでいいじゃん。たくさん。いっぱい入ってますみたいな。そんな中でですね、いよいよ世界史やってもいただくということで。教養の世界史です。しかも、ゼロから。そうですね。ゼロから世界史でいきましょう。通詞でこうやっていくんですけど、でまだまだ言えないですけど、でまあすごい数を取りますからね。言っちゃったからね。そうそうそう、もうあんだけ取りますって宣言しましたから。はい。落とされたよ。すごい数だなと思って。これで落とされた。はい。ということで、あ、そうだ、今クラウドファンディングやってるんで。あ、初めて知った。はい、それ俺に言ったってことは、俺もちゃんとお金入れて。あ、違う。やべ、落とされたよ。違う。もう金持ちはマジ困るんだこういうの。ゆきお先生の教え子たちにちょっと言っていただければ。あ、わかりました。言っていただければ。出てるの？こう見ていただければ。はい、もう出てます。あ、出てるの？何で YouTube でキャンプファイヤーってします？一番有名な。いや、そういうことなんか有名なのにお前知ってんのかよみたいな。偉くなったな、森哲も。昔こんなんじゃなかったのにな。なんで、まあお願いして。あ、わかりました。あの編集費をね、ちょっと出してもらえる。そうなんですよ、これはかなり凝った編集をね、お願いしているので、なのでだから僕はそのクラウドファンディングのお金でもらう気はないので、他の先生たちの動画の編集費。そうです、なんかすごい上からだから。いや俺もらえようかな。言っちゃった。ゆきお先生もね、まあ、ちょっと教え子さんいっぱいいらっしゃいますから、はい、まあ、僕も含めですけど、はい、お願いしていただければと思って。いや、でも楽しそうだね。なんかね、小学生でも見られて、中学生でも見られて、はい、高校生、まあ、これを受験でってのはちょっとなかなかね、うん、難しいかもしれないけど、社会人、大学生、はい、大学生いいね、見てほしいね。じゃあそういうのに、まあ、全部通してこう見られるような教養的なものがいいなと。でも高校生流れがすごい分かるじゃないですか。あ、だから定期テストで使えてね。でもすごい最初ね、でこのネタバレじゃん、それ。ネタバレじゃん。それしちゃダメ。時系列も分かるし、ね、まあ、地図とかね、あとなんて言ってもいつもそうですけど、やっぱ写真。そうだね、写真が使える。使えるっていうのは、ね、しかも YouTube だからなんか意外と適当に使えるね。助かります。ちゃんとここ使いましたって出しますから、はい、私ちゃんとね、自分で言ってるところがすごい多いので、そこでやっぱり頼みます、まあ、よろしくお願いします。まあ、予備校の授業で受けてた時のそのテキスト内に入ってましたもんね、いろんな写真が。で俺がいるんでしょ、うぜえなと思ったら、そうそうそう、邪魔だよみたいな。お前がいるからよく後ろ見えねえんだよみたいな。授業ででも言ってましたもんね、自分がいなきゃ意味がないみたいな。そうそうそう、だって自分が撮ったと思ってもらえないから、わざと足まで入れて撮ったのあるよ。どんな感じでやるとかあります？こういった感じでやっていきたいと。まあ、なんだってあの工数あるわけですけど。でもやっぱり基本通詞だよね、はいはい、で通詞でもう教科書をベースにして、うん、で通詞を全部やるんだけれども、うん、全部必要じゃないじゃない、人によっては。多分私ここ好きだとか、うん、三国志好きだとか、うん、もしくは僕は近現代に興味があるとか、うん、エリザベス一世が大好きだとか、うん、あんな顔なのにね。っていうの、そしたらそこの部分だけ見られるようにしてあげたらどうかな。なるほど。それは別に小学生でも中学生でもできるし、例えば高校生が使うんだったら定期テストがこの範囲だから、この範囲とこの範囲とこの範囲勉強すればいいって分かるようにしてあげる意味では、うん、テーマとかじゃなくて本当にちゃんと通詞で切ってあげた方が分かりやすいから。なるほど、なるほど。思ってますね。うん、それは確かにいいかなと思うので、ぜひとも。いいと思います。来てください。そう、本当にね、自分が習ってた時のような授業もう見ましたからね、授業ね、この生で見れる。はい。あ、はい。え、はい。またまた
はい、もっとバレちゃうでしょ、いろいろ言っちゃうんですよ、ネタバレとなんです。授業チャンネル登録していただければと思います。で、まあ本当に大人まで見れる内容になってたんで、まあ、すごい特権でしたよ、僕は。で見れて声かけたからね。そう、何回も振られましたけど、ね、誰がいるんだろうみたいな誰がいるんだろうみたいな感じ、そんな感じで、いや、よかったんですけど。でもまあ、でもエジプトにね。そうなんですよ、これは代々木ゼミナールさんともお話しして、はい、でちゃんとね、受験のための授業は代々木ゼミナールさんが一番いいと思ってる。これは本当に、はい、あのね、まあ、宣伝になっちゃうかもしれないけど、うん、やっぱりセンスも揃ってるし、講座も揃ってるし、テキストも揃ってる、うん、で今年は模試もあるしね。だからもうヨゼミはすごいラインナップ揃えてるので、はい、そのために僕はエジプトから戻ってきます。ヨゼミのためですよ、講座のためじゃないですか。ヨゼミのために戻ってきます、はい。ヨゼミのために一生懸命やって、ただヨゼミでもちろん欠けてるところ、うん、正解値に関しては、でそれはもうヨゼミでその講座をってことはできないので、うん、まあ、こういう講座もあれば一般の人にも、なるほど、受験生にももちろん、あ、ちょっとね受験レベルはちょっとね難しいかもしれないけど、うん、まあ、ただ少なくとも森鉄の絵をね見てる人に、うん、じゃあちょっと世界史の教養もってなるんじゃない、うん、ね、大人の人もいっぱい見てるから、そういうのにとっては必要なのかなと思ってます。いや、もうやっぱり面白いですよテンションが高いですいつもと同じだよ、変わんないでもここだから授業よりはテンション低いよね。ああ、うん、授業、それはね、100人とかいた方の方がテンションもっと高いですけどこのイメージそれ文字分かったな分かった、もうちょっと最近その年はなくなったので動けなくなったらこんなことやったら多分ね、これ釣っちゃうからさ、だからできないので、まあその程度でも正しくやっていこうと思います。エジプトではどういう生活を送るんですか。でも違う、僕アラブ人好きなのよ、はいはいはい、何が好きかというと敵と、はい、秩序ない、あれが好きで、ただ日本ってまたもう真逆なのよ、アラブ人と日本人って、うんうん、でアラブ人は日本人憧れてるの、はい、すごい、うん、憧れてるくせにできないんですよ。だから僕は何かしらそういう風な関係の部署みたいな、そういうところにまあコンタクトを取って、日本の秩序的な文化をこうアラブ人が好んでるものを渡していけるような感じの活動をしていきたいっていうのは考えて、これ本気で。で今何人かにもお話したんだけど、エジプトの大統領シーシーさんって言うんだけど、すごい日本の教育をすごい興味持ってて、でその興味っていうのは秩序、しっかり掃除するとか何かお礼するとかっていう、でそういう秩序をアラブ人があったらいいなっていうのは大統領も思ってる。そうなんです、ね、別に大統領友達じゃないよ違うけど、なのでそういうのに少し関われたらなと思ってるんで、ここできるのは判断だけど、お金にはならない、別にお金を稼ぎに行くためじゃないし、向こうはもう労働ビザ簡単に降りない。あ、そうなん、ね、無理ですよ。それは例えば大きな会社に勤めてる人だったら別よ、だって個人だもん、だって個人で労働ビザは出ないですよ、うん、だからそういうお金を稼ぐためじゃなくて、うん、だから自分の好きなことを第二の人生、おー、なんかかっこいいこと言いました。こういう第二の人生出てる、出ます第二の人生、まあ、もしね収録来れないってなったらね、エジプトにエジプトからやる、これ、はい、もう電子コンパ買ってもらおう、割り靴にお金持ちだからコンパと電子コンパ、いやいや、そんなことこんなもうビットコインでめっちゃ儲かったっつってたから分かったに着いたけどしまったってことです。よろしくお願いします。なんで、はい、楽しくやりますよ。自分のチャンネルも、はい、登録していただいてですね、ぜひぜひよろしくお願い、はい、こんなことでしたよね。そう、間違ってさっき授業でぜひチャンネル登録してくださいってやったら、おい違う、じゃ低評価しろみたいになってるやんみたいなだって分かんないんだもん、そういうの自分のところで言ったことないからあんまり、ね、クラウドファンディングの方もよろしくお願いします。はい、じゃあ頑張ります。はい、でね、これでまた増えていく。ちなみにの流れ的にはあれですか、やっぱり教科書と同じように、まあ、エジプトとかメソポタミア、あ、もう完全にそうです、完全に教科書通り、あ、いわゆるその高校の教科書で一番使ってる教科書を使います。山川って言っていいんですか。そうです、いいです、はい、山川出版社を使って、うん、それの前から順番にいく感じです。それのがみんな分かりやすい。別に山川出版の本買うつもりもないだろうからね、はい、だって別に問題集買ってやるわけでもないし、多くの人が教養として身につけたいのならば、うん、一番分かりやすい山川、まあ高校でやった可能性があるでしょ、あ、そうですね、大人の人だったらね、うん、まあこれから小学校中学校の人はもしかしたら高校になって、うん、高校の人も高校の教科書を使ってるなら山川が多いだろうから、うん、っていうことで、はい、はい、そのつもりでいきますので、よろしくお願いします。はい、まあ、あとはゆきお先生のね教え子だった人がスポンサーになるとかも全然あり得るわけですから。お、僕は君たちに随分スポンサーしたからここにね、こうやって置けるわけですから、あ、そうそう、スポンサーになれますから、ぜひスポンサーになってください、はい、お願いします。お願いします。もう随分皆さんにお金かけました違うそうじゃないけどってことで、でもね、世界史って他の動画もいっぱいあるじゃない、はい、の YouTube には、うん、だけどもね、絶
対負けない。世界史の先生ってテンション低い人多くない？あ、真面目な人ほら、はいはい、僕不真面目なんで本当にもう全然勉強できてなかったね、大学の時ね。テンションの高さでやってください。はい、エクストリームとかってやらないですか？それ取っちゃいいの？いいじゃん。エクストリーム世界史。でも彼は頭いいからね。うん、頭いいから全然あれなんでしょうけど、まあ、ちょっと種類が違うので、はい、専門家ですから、ね、見てください。よろしくお願いします。ぜひよろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございました。バイバイ、ショクラマサラマ。